はい、今からね、新仮面ライダーのカードを整理していこうと思ってるんですけども、結局僕がね、このような、こんな分厚いバインダーをね、買いました。で、これにはね、このぐらいのポケットクリアファイル、これがね、入るんですけども、これもね、1ページに9枚入るんですね。なので、これだとね、このクリアポケットの枚数が少なくて済むので、結局ね、このカード数えると、そこそこの枚数あったので、ね、そちらが入るようにね、なるべく大きいやつにしました。ではね、こちらにカードを入れていこうと思います。はい、こんな感じでね、後ろも見やすいですね。はい、ということでね、全部入れましたけども、これでね、多分18枚ぐらいこのクリアポケットファイルねあるんですけども、めちゃくちゃ分厚い。はい、こんな感じになりました。うん、ちょうどいい感じかな。なかなか分厚いんでね、うん、もっと入りそうだけどね、まあ、こんな感じでいいでしょう。今日もコレクション魂天野ライダーです。俺の特撮コレクション魂、略してコレたま。このチャンネルでは特撮コレクションメインに自分の特撮ライフを皆さんにお送りしています。今日はですね、先日ね、カルビーさんから、新仮面ライダーチップスの、ラッキーカードのね、当選品、こちらの、まあ、アルバムというかね、フォルダーが送られてきたんですけども、ちょっとね、期待してた感じじゃなくて、まあ、そちらにね、もしカード入れれたらなと思ってたんですけども、ちょっとね、小さかったので、まあ、僕はね、このようなね、バインダーを買ってきて、こちらにね、収納することにしました。ということで今回は、僕が集めたね、新仮面ライダーカード、こちら159種類あったんですけども、これがね、おそらく全部じゃないかなと思うんですけども、バージョン違い含めてですね。なので、こちらをね、皆さんに一覧としてお送りしたいと思います。では、お見せしよう。
今カードの一覧を全部見せたところなんですけども、まあ中にはね、僕があれね全部持ってないんじゃないかとかですね、ラッキーカードとかね、交換前と交換後ね、こちらで写真別々に撮ってねやってるんじゃないかなという方もいるかもしれないんで、こちらね今からねカードのフォルダの中をねお見せしたいと思います。ちゃんとね、全てここに揃ってるもんですのでね、まあこれもねこのように同じカードのように思えて、実はノーマルのカードだったりラッキーカード、これね交換済みが押してないやつですね。でこちら交換済みのカード、こちらもノーマルとラッキーカードのまだ交換してないやつで、こちらは交換済み、あと同じ本郷たけしでも劇場版、このようにねサイン入りとサインのないやつね、これはレアですね。はい、こんな感じでねサインのないのとサインのある、ノーマルとレア、このようにね、すべてコンプリートしてます。もちろん新仮面ライダーチップスの第2弾、こちらもね、このように最後の115番と116番、ノーマルとラッキーカード交換してないやつ、そして交換済み、このようなね、組み合わせでコンプリートします。はい、ということで今回は新仮面ライダーカードの全種類をお見せしました。真のコンプリートということで、真コンプリートということで、最後まで視聴していただきありがとうございました。
もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回もコレクション魂、バイバイ。